停滞する前線に暖かく湿った空気が流れ込む影響で、明後日にかけて西日本では大雨となる恐れがあり、気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本では明後日にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間に予想される。雨量は多い。ところで、九州北部200ミリ。 九州南部180ミリとなっています前線はしばらく停滞する見込みで西日本ではさらに雨量が増えるほか東日本や北日本でも大雨となる恐れがあります一方東京は今日も朝から晴れて気温が上がり都心などではすでに30度を超える厳しい暑さとなっていて最高気温は35度と予想されています